ございます。こんにちは、そしてこんばんは、アーチェです。イースの、パート9ですね、実況の方していきたいと思います。このイースもですね、パート9まで来ちゃいましたね。どういう感じなんでしょうかね。まあもう1レベル上げたいないうところでですね、なかなかうまいこといってないような感じなんですけどもね。なんか宝箱開いてるな、あそこ来たっけ、ここっていうところでね、もうなんかね、パート9までとうとう来ちゃいました。実は本日イースを始めたんですけどもね、始めたばっかでもうパート9まで来ちゃいましたね、その日のうちに。ちょっとね、びっくりですね。このまま行けば、なんかいいとこまで行けるのかな？あ、でももうそろそろね、ちょっとね、夜もそれなりに遅くなってきちゃってるんでね。というところではあるんですけども、よいしょ。あれ？道迷っちゃったね。道迷ってますね。なんか疲れたかな。ちょっとわからないですね。よいしょ。これはポーズだな。あれ、レベル的には問題ないと思うんですけどね。なんか迷っちゃいましたかね。どうかした方がいいのかな。お金がね、結構溜まっちゃいすぎましたね。どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ。あれれ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 れっと、なんかね、ガンガンってくぐってどんどんいかんといかんと思うんですよね。思うんですけどね、これ行ったら戻るでしょ。ここでね、なんとかしないといけないのかなっていう気がね、実はしてますね。あそこでしょ、あそこ行ってないんでね、あそこに行く手段がね、ちょっとね、どっかにあるはずなんですよね。隠しツールなんかあったかな。なかったと思うんですけどね。なんかあったのかな。なんかあったのかな、記憶ないな。これ行ったらここでしょ、ここ行っても知らないんでね、どん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 バシバシーとバシバシバシーとねやってって、ああもう落としはねっていうところで、ここに来てもね、ここでワープしてもね、ここなんですよね。ここ行ってもしゃあないんで、もう戻れないんですよね。ここにね、あの金色の女神像じゃないと戻れないんで、だからやっぱこう来ることになるんですよね。こう来ることになるんで、もう一歩走行なんですよね。こんなんだったかなっていうのは正直。何だったかなというのは正直なところですね。あれれ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 れ、こんなんだったかな。なんでここにも、あら、あらららら、ら戻ってきちゃった。主人公のアドルでしたかね。もうね、結構こんなでね、やんちゃなぐらいも強くなっちゃってるんでね。おお、やばい、まずどこでやっていくんだ。ちょっと弱かったですね、やられかけましたね。あれれ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 、なんか通路っていうような感じだったかな。ね、ここは戻ってきちゃってるもんね。ちょっと困りましたね。ちょっと困ってます、かなり困ってます。なんかあったような気がするんですけどもね、あったよな、なんかあったぞ。あれ
ちゃダメよね。鍵取ってるね。取り損ねがあるかな。なんであそこに行けねえんだ。そこに行けない理由があるんですよね、きっとね。なんだ、戻ったところで解決するのか。しないような気がするよね。多分しないよこれ。あれ、なんかこれ怪しいんですけどね。あ、一緒だ、一緒だわこれ。あ、こっち行ってもしゃあないわね。しゃあないしゃあない。ありゃー、後ろから刺しても仕方がないし。なんだろう、なんか頼むのがあったんかな。象牙の鍵でしょ、象牙の鍵見てたでしょ。あれあら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 なかったみたいですね。あら、なんだろう、何がまずいんだろう。はい、あ、牢屋はもういいですよね。牢屋もいいですよね。あらららららら、こっち取りましたもんね。あ、なんだなんだ、何が足らない、何が足らないのかな。あ、なんかあった、マスクも、あー、あったな、これあったわ。あいや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 、これね、こうなるんですよ。敵見えなくなるんですよね。これだからかなり危険なアイテムなんで、一回セーブしておきますね。これかなり危険なアイテムなんですよね。あ、でもこれで進むわ。敵見えないんで、ダメージ食らうのかな、食らうんやろな。あ、勝った。勝てましたな。動いてさえいれば、なんとかなりそうな仕事ですね。まあ、経験値も入るし、まあいいや。いけそう。お、いける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 。これですよね。ここなんですよね。これはめてるとなんかが見えるんですよね。あ、一緒か。経験値もちょっと微妙かな。このヒットポイント経験値じゃ。からいいけども、ちょっとこの次のレベル行ってしまうとちょっと怖いかな。でも行っちゃおう。おお、怖い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 、キンキン言うけどね。そうなんですよね。これを使ってマスコバアイズを使ってないと。くぐれないところがあるんですよね。確かね。うん、そうですそうです。敵見えないんだけども、うん。ただでもこのレベルの強さだったらそんなにやっていけるような気がしますね。おお。
要は止まりさえしなければね、なんとかなりそうな気がします。おーおーおーおお、あー、こちらのですね、わー、おーしかった。おー、勝った勝った勝った。あの、ここだね、ここですね、ここで扉があるはず。くぐって、くぐって、よし。ここら辺は一緒か。どうすんだこれ。戻って。戻っちゃうよね。あ、戻ってきてるわ。戻ってきてるぜ。戻ってきてるぜ。これマジかねえかい。あ、これだ。なんかこんな記憶がある。ここやわ。これのような記憶が、ああ、やっぱそうや、これや、これこれ、ああ、これだ。ああ、これだこれだこれだ。ああ、上があって、下があって、二通りあるのかな。これやってるような気がするな。こっちもあったような気がせんでない。おお、あったよね、やっぱりね、あるよね、あるあるある。うん、でもとりあえずあっちの方に一回入りましょう。よし、ういっ、あ、なんか来た来たな、これセーブ。ボスかな、ボス来てやられちゃうかな、この一文字でダメだね。うん、ダメね、これじゃダメね。あー、ダメね、これダメ、これダメだわ、ダメダメダメ。あ、くぐれられへん。あー、そっか、あとに行かなあかんよねっていうところですかね。これはちょっとマジいな。なんかあったな、なんかあったぞ。うん、なんかなんかコウモリっぽいようなボスがいたような。気がせんでもないっていうところですね。とりあえずね、リングメール持ってるんでね、もうダメージ食らうことはそうくないんでいいのかなっていうような気はするんですけどもね。あー、鍵、鍵ですね。あー、こらダメだね。稼ぐか。あー、経験値稼ぐか。経験値稼ぐか。4000、5000、6000、6000を稼ぐか。6000稼げるか。稼げるか。あー、もう時間ないですね。とりあえずね、すいません。この辺で、イースの、パート9。あー、来てるし。終わらせていただきたいと思います。どうもご視聴の方ありがとうございました。アチでした。